払いや、やったのかい。大丈夫かよ。じゃないかと思われてて、すごくなんか気にしてまうよね。めっちゃ見る人を結構見てくるから、子供とか見てくるから、はい、あ、何見てんねん、ちゃんと許可もらってんぞ、水泥棒ちゃうぞっていう意味でも込めてアピールはめちゃしてます。あれなんですか、もうだいぶついてるんですね。はい、もうちょっと近かったらすごく助かるんですよね。ああ、なるほど。それは外側のお店の人もみんな言ってます。もうそうですね、17時ぐらいから用意をしてます。本当は今日バイトが来る予定でしたけど、はいはい、俺歩行食らっちゃってって急に来れられてたんですよ。ないです、学生さんです、はいはい、でもめちゃくちゃいいやつです。せーのっていうのをジャンプの最初は昔やりよったんですけどね、あのそういうジャンプみたいなのどっか行ったり。さあちょっと行ってきますか。せーの、着きました。
なかったんで、なんでと思って。のめさんが台湾人っていうのがまず一つと、で台湾から嫁いでいく、まあ、僕こっちのお母さんが仕事をしてて嫁いでいってくれて、はいはい、で、まあ、最初西口の台湾のドリンク店なんですけど、そしたら、まあ、その台湾の味が本当に少なかったらしくて、うん、思ってたら僕日本人やから分からなかった。台湾に行ったらあれほんまに言ってるのも分かるけども、最初は、まあ、一緒じゃん何でもと思うけど、まあ、やっぱり台湾日本人が海外行って花君とか寿司食ったらちょっと違うとか、はい、あの感覚かなと思って、日本人だけ分かるあの感覚、はい、同じ寿司やのに、どうもサーモンが違うぞとかいろいろ、あ、なんとも、ま、ちょっと待って、わさびちょっと緑すぎとかいっぱいあると思う、本当に、はい、ああいう感覚があったらしくて、あ、そうなんで、ね、で自分でもほんまもっていうか、そのちゃんとしたその台湾のやつをちゃんとしたい、知ってもらいたいっていうのがあったらしくて、はい、まあ、ちょっと作りたいんやけどって言われて、じゃあ作る、はい、お金そうぜ作ろうぜ、はい、作ったんですよ。あ、これが台湾か、うん、って思ってしまっても良くないな、ね、そうです。じゃあ本間もんは知ってて、あ、まあ、こういうやつもあってっていうのはいいけど、何もなしもしまうとこれが本間もんになってしまうのは具合が良くないと思ってるんですね。まあ、ちっ量に合わせてやってるかな。チャーハンとかよく振るやつをこっちにして、炒め物とかはこっちで、量がたくさんやったらこっちでやるんですか。でもこっちの方が使いやすい。僕はこっちの方が使いやすいです。重いんですか、やっぱり。どう重いけども、あの持ちほぼ持ち上げてないから、ほとんどこれだけ惰性でやってるから、実は俺昔は下手くそやった時はもうこんなんやってたんで、めちゃくちゃ手首が痛かったです。でこうしてあげてから炒めた方がもう一瞬っていうことですよね。そうです、そんなに揚げてしまったら単なる揚げ炒めみたいな。そうですね、だからニンニクの香りがすごいガツンときます、ね、じゃあこの青菜とイカを一緒にいただきますか。はい、じゃあいただきます。うん、あ、これはいい。いいですか。青菜のシャキシャキとイカのこう弾力が、あの、なんだろう、交互に来る感じで、あとニンニクのパンチが効いて、これは頼んだ方がいいですね。めちゃくちゃ美味しいです。好きですか。はい。でもなんでイカがの料理が美味しいところは、その台湾料理は間違いないっていうか、その。そうですね。まずイカはまず炒め物にすごく向いてる一つの食材やということと、あといろんな野菜に合わせやすい。で油にも合う。なおかつ台湾はあのイカがよく取れる。はい、あ、そうなんですね。へえ。この3つかな。で、イカの種類も多いです。大きいイカとちっちゃい、ほんまに小さいイカとちっちゃいイカの種類が多いから、それの料理が結構多いんで、あ、はいはい、それを使っている料理、あとそういう調味料もありますから、まあ、結構上手にイカを使っている料理が多い。チャーハンは何種類かあるじゃないですか。はい、2種類あります今。
チャーハンの一つは卵の、ブシンプルチャーハンと、はい、一つがエクソージャンといって台湾の、はい、小魚とか使っているジャン、エクソージャンで、今回はトモチーっていう、はい、味噌です、はい、豆の形の下味噌をちょっと入っているエクソージャンなので、はい、ほんのりちょっと風味が味噌っぽい感じのチャーハンになります、うん、また変わりますけど、それエクソージャンのチャーハンと、はい、唐揚げにしましょうか、台湾唐揚げで、唐揚げチャオツインサイ、青菜の炒め、ちょっとめちゃくちゃ美味しそうなんですけど、うん、一番最初にこれを食べるとなんかよりお腹が空いてくるような食欲増強する感じの味わいでした。台湾料理って意外にニンニクを使ってるんで、あ、はいはいはい、それでまあ食欲増強するような感じで、まあよく最初に台湾人もビールとこれを頼んでちょっと食べて、さらにちょっとこれから行こうかっていう最初のよく食べられますね。はい、こちらはイエンスージー、台湾の唐揚げということで、結構こう唐揚げに台湾の調味料が、そうですね、台湾の、はい、まあ、スパイスがちょっと効いてる胡椒を入っているんで、ちょっと匂い嗅いでもらったら全然ちょっと日本の匂いとまたちょっと、うん、ああ、あ、でしょ、胡椒の中になんか違う、ね、はい、はい、でそれがまあお店の特徴でして、はい、台湾ではその胡椒にいろんなスパイスを入れて、はい、自分の店の胡椒が、あ、なるほど、じゃあお店によっても味が違うんですね。そうです、違いますね、つけてるタレも違います、はい、うん、うん、独特なスパイスが鼻を抜ける感じですね。なんだろうな、甘いような、甘いような、ちょっと辛いような、はい、複雑なスパイスが何種類も入っているので、うん、それが特徴になってくると思います、これも台湾ではもうすごくポピュラーな商品で、もちろん夜市とか屋台でもありますし、お店でも売ってますけども、その店の味がいろいろ楽しめるのと、まあ、24時間空いてる店とかあるんで、台湾の人、まあ、うちの奥さんもめちゃくちゃこれ食べます。1週間に 1,2 回は量を食べます。あ、そうなんですね、はい、難しいですよね。けど難しいです、難しい。でも最近そのいろんな日本の方がそのスパイスを上手に使うカレー屋さんが増えてきたなってすごい思いますね。あ、本当ですか。岡山も多分ね、スパイスカレー屋さんが多いですね。麺だけ、あー、辛くしようと思ったら唐辛子だけとか、クリエビに中国のもね、四川でよく食べられてる量がいっぱいですね。で、それを日本人では身近な食材を使ったからね。はい、こんにちは。
中国の麻婆とかちょっと違うかもしれません。ちなみにうちの麻婆も、はい、普通豆板醤と甜麺醤使うけど、はい、うちは使ってないですよね。これ使わずに作るの結構面白い作り方はしてるんですよ。マーボーとライスとマーボーと、うちの奥さん台湾時間って遅れる。人生楽しいな。7階が楽しいな。良さそうですね。いや楽しくしようと思ってますよ。7階の方は結構あれですね。登録的な方は。おやつ屋さんとか、おこしみさんとか。そうですね。めちゃくちゃびっくりしました俺。正直な話。いや、ちょっと、なんか、すごくないですか、はい、あれ。そうですね。一人だけずっとズバ抜けてません。もちろん、大谷シェフのね、あの、はい、いやいや、すごかった。すごかったけども、はい、その、量的な意味で、はい。いや、なんかメニューの数もめっちゃあるし。いや、すごいですよね。はい、親が、え、お上がりよ。ありがとうございます。麻婆豆腐、いただきたいと思います。はい。こちらは、豆板醤と甜麺醤を使っていない、麻婆豆腐ということで、ないわ、いつもいつもだよ。いただきたいと思います。これ美味しいよな。よね。そう、よかった。肉肉しい香り。いただきます。美味しかったな、あれ。思ってたよりも、ちゃんと作って、すごいいいんですよ。おぉ、これはけど、甘辛、旨辛っていう、しびれる感じがなくて、本当に、うん、甘辛、旨辛です。ご飯にめちゃくちゃ乗せたい。台湾 XO 醤チャーハン、はい、出てきました。出来たて。あのチャーハンのめっちゃいい香りがする。香ばしい。ちょっとその XO 醤を感じながらいただきたいと思います。いいですね。じゃあいただきます。あ、いい匂い。あ、うまっ。うん、これはあのほんのり味噌の味がして、日本人の方も本当好きな味だと思います。はい。
終わりました。このまあ奥さんがこの店を作ったりとか台湾料理とかやり始めた時に決めてるのが、台湾から飛行機が1便、今タイガーエアーで1便飛んでるんですけども、それが1便増やしたい、もしくはいい時間帯に変えたいっていうのがありまして、まあそれでまあ僕のライフワークで台湾のイベント行ったらまあ署名とかしてもらってるんですね。ああ、そうなんですね。ぜひその協力してもらいたいなと思ってるんですけども、岡山から台湾に行く人も増えるし、台湾から岡山に来る人も増えると思って、その総合でウィンウィンになっていって、まあ、もうちょっとみんなの台湾っていうものが、本当に短時間で行けるんで、その時間的なことも大事やけども、もっとこの身近な感じになってくれたらなと思ってます。中国とか韓国は料理は結構日本では、そうですね、結構近いですし、で台湾って近いし、行ってるけども、いまいち実は分かってない、ルーローハンしか知らないと思うので、はい、もうちょっと広まったらいいかなと思ってますね。じゃあ、まあ、紹介していただいてすごい光栄でありがたいんですけども、はい、ただちょっと残念なことに、はいはい、このクワイチャオという屋台は12月いっぱいで閉めようと思ってるんですね、はい、本当は1年契約なんですけども、はい、ちょっと、まあ、本当はテントをして鍋を、火鍋とかそういう台湾のあったかい料理をまた楽しんでもらおうと思ったんですけども、はい、ちょっとそれができないということになったんで、それでしたらここで私がする意味があまりなくなってしまいますので、一度12月の夜はもう夜営業はもう当日、本店の本館長のそちらの方で鍋とかそういう台湾のおでんとかをちょっと楽しんでもらうようにしようと思ってるんですね、はい、そこからはちょっと次考えますけど、次のお店のバスは考えたいと思いますね、はい、そういうテントというかでおでんがやってるのはちょっといつかというかぜひ実現してもらいたいですね、はい、また屋台は絶対にやりたいと思ってます。12月の頭からも移動するんですか。12月の頭はからはちょっと昼に、まあ、ジーパイとかいろいろ違うやつをやってみようっていうのがまたあるんですね、はい、で夜は向こうでやっぱ寒いので向こうでやろうかなと思ってますね。やっぱりあったかくないとお客さんはなかなか来づらいと思いますので、はい、またよかったらまた遊びに行ってください。はい、すいません、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。